こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。いやー、いたたたたってん、どうしたのかって、あのさ、今日はねフォートナイトやりすぎて右手がさ痛いんだよねもうおっさんだからさ、スティック操作ばっかりしてると本当腱鞘炎になっちゃうんだよね。いや本当ね辛いんだわこれがまた。でもさ、そうそう、なんか今 YouTube ですごいことが起こってるらしくて、ちょっとその話してもいいかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで全36アプリで好評配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。また Amazon Echo ではゲーム実況裏話、ゲーム実況裏話というスキルで登録しています。スキルをダウンロードしてもらえれば Amazon Echo でスマートスピーカーでかぐわ飯が聞けますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、今日はですね、なんかすごいニュースが、舞い込んできて、その話をしますね。インドネシア人が日本語で洋楽カバーしたら人生変わった。ネトラボ、2020年11月19日、昨日のネトラボさんの記事ですね。いやー、これ何がすごいかっていうと、インドネシア生まれの、レイニッチさんという女性の、歌い手さんがいるんですね。まあ、YouTuber の歌い手さんです。で、その人が、今、まあ、フォートナイトでも、あのエモートでものすごく話題になってる、あの、セイソーっていう、TikTok で爆発的にヒットしている曲があるんですね。セイソーっていう。で、その曲を日本語で、日本語の歌詞でカバーしたら爆発的なヒットをしてると。なんか情報がすごい混雑してますけど、もう一回言いますね。インドネシア生まれのレイニッチさん、米国でヒットしているセイソーという曲で、それを日本語歌詞で YouTube で歌ったということです。いや、すごいですよね。日本でのですからメジャーデビューもどうやら決定したそうです。決定しているそうです。いやー、でですね、はい、このレイニッチさん、まあ、歌い手動画をたくさんアップしている YouTuber さんだそうです。で、その、九段のその動画は、今日の時点で1858万回です。いや、すごいな。これすごい。3月、今年の3月に投稿してるんですね。で、こちらのすごい日本語の歌詞が動画に普通に歌詞に書いてあるんですね。すごい。週に1本ペースぐらいかな、週に1本ペースぐらいで、いろんな歌を歌ってるんですね。すごい。ソードアートオンラインとか、なんか、あ、スキマスイッチの奏でとか、すごいですね。ポケモン OP とか、すごいな。おー、ヒロアカだ。おー、すごいな。そう。で、軒並み、チャンネル登録者数は、チャンネル登録者数が125万で、軒並みだいたい10万から、何十万っていう再生回数ですね。まあ曲の知名度とかにもね、これはかなり左右されると思うんで、差が激しいですね。直近だと18万回再生っていう曲もあれば、100万超えの再生回数のものもあって、まあ、そりゃ確かに人生変わりますね、これで。いやー、すごいですね。で、並べ替えをすると、古い順に並べ替えをしますと、4年前ですね。あ、4年前は、なんか動画のアップのタイトル自体にも、なんか日本語、チルチル歌ってみたなんていうのが入ってますね。
でサムネも結構なんか日本の二次元っぽい、絵師さんみたいな絵がいっぱいある感じのサムネですね。かなりなんかニコニコっぽい感じの雰囲気のする投稿が最初の頃はそんな感じだったみたいですね。なるほどね。はい。で、その記事についてまあいろいろなところで話題になってまして、どれだどれだ、これか。はい。おっと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 、危ない。YouTube で、なんかどうやらその YouTube で、日本の歌を歌う、まあ、外国人、は、っていうシリーズって、まあ結構、まあ一ジャンルになってるっぽくて、例えば、スピッツのロビンソンを歌っているアフリカの方とかね。あとそうですよね。結構その特撮の、日本の特撮のアニメを歌う外国人の方とかね、結構有名だったりしますよね。そう。まあね、それを言えば、モンキーマジックさんとか、まあその走りかもしれないですけど、まあまあ、日本語で単純に歌う、ね、方でしたら、結構いると思うんですよ。でもね、今回、もうインドネシアの方で米国でヒットしてる英語を日本語訳して日本語で歌ったっていうね、しかもその日本語がものすごく綺麗に聞こえるっていうね、いやーこれは本当すごいですね。でですね、ツイッターで、坂本さんという方がこんなツイートをしてます。その清掃っていうのが、まあ、TikTok で爆発的にブレイクしてて、でそれをインドネシアの人が、まあ、カバーして、で今度キズナアイもカバーして、で今度キズナアイを見たアメリカの VTuber がまたオマージュした動画を作ると、すごい連鎖がつながってるっていうことをたどってツイートしていました。そうだから、このラジオでもよく最近になって結構言ってたことがあるんですけども、動画周り結構カオスになってきたって話をよくしてますよね。で動画が結局そのインスタ、 YouTube、TikTok で、あと短いものも含めればね、あのインスタリールとか、TikTok とか Twitter の動画とか、もう本当にいろんな状況になってるじゃないですか。でプラットフォームをまたがってその、オマージュ作品が広がっていくと、確かに本当にこう追いかけるのは大変になってきますよね。だから何でしょうね、同時多発的に別なコミュニティでブレイクが起こると、実は世界的にブレイクしてるのに一部のコミュニティでしか流行ってないって思いがちっていう錯覚を、あ、もしかしてこれって起こしちゃうのかなと、なんか気づかされました。そうなんですよね。だからなんかね、動画周りがカオスになってきた中で、一方でそのコミュニティごとのこう分断っていうのもまあ結構あるなとは思っていたところで、なんかねこんな話があって興味深いなと思いました。でコミュニティの分断っていうことでは、今週に、その SNS で誹謗中傷しちゃうって話をしましたが、なんかね心理学でエコーチェンバー現象、エコーチェンバー現象という、まあなんか心理学の現象があって、コミュニティがどんどん成熟していくと、まあそのコミュニティの中で正しいという意見のみがどんどんこう抜粋されて、よりその正義っていうことに強化されていっちゃう、意識が強化されていっちゃうっていう、なんか心理学的な、ことがあるそうです。で、まあ SNS がそれに、以前からこの SNS が流行る前からこういう現象はあったようなんですけども、まあ SNS で、さらにまた新たな効果が加速していったみたいなことがウィキに書いてありました。なるほどなぁと。まあこういう心理学的な現象がもうすでにあったんだなぁということも気づかされました。いやー、だから本当一つのコミュニティだけにとどまっていろんな情報収集しちゃうと、やっぱりちょっと良くないなと、改めて思いました。
はい、だから本当そのね、音楽だと TikTok 初とか、なんか面白系だと、YouTube 初とか、こうついついね、これだったら TikTok、 これだったら YouTube って思いがちですけど、意外とそうじゃないんだな、まだまだそういうふうに固くなに決めることは危険だなっていうことに改めて気づかされましたね。いやー、だから逆にそれがね、コミュニティを超えてあのヒットの連鎖が生まれると、まあまた本当に世界規模のヒットになるんだなっていう、なんかピコ太郎以来のなんか凄さを感じましたね。そういうことが起きるんですね、すごいですね。まあだからね、 BTS のダイナマイトなんかももうその規模なんでしょうけど、やっぱりコミュニティを超えてまでブレイクしていくと、本当世界的なブレイクになる、その規模は本当にすごいんだなと、改めて思いました。いやーすごい、本当すごい。まあね、なんか夢がありますよね。こういうのが、やっぱりなんかインターネットだなっていう気はしますね。いやーすごい。はい。で、今日はまだ僕は動画をアップできてないので、これからまだ編集作業がありますが、頑張りたいと思います。皆さんは今週どんな1週間だったでしょうか。明日から連休ですね。良い週末をお迎えください。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い週末でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。